おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生のぞいです。今はですね、夏休み特集みたいな形でブロックブロックっていう VR のプログラムをですね、ブロックで作れるっていうサービスを紹介しています。はい、早速画面を変えて見てみましょう。これがまあブロックブロックの画面なんですけども、初めての方はこの URL 欄にブロックブロック .com と書いていただいて移動してもらうとこのような画面になります。でサインインしていただいて、初めての方はアカウントを作ってください。メールアドレスでアカウントを作ったメールアドレスを入れてサインインするとこのような画面になります。で、前回名前つけてないまま終わってますね。ちょっと前回のやつこれになってますけども、と新しくプログラム作るときはこうやってプログラムを作ってですね、開きます。で真っ白なところに今はですね、このテンプレートを順次説明させていただいて、前回14、これですね、飛び乗れるキューブ、今回は15をやろうと思います。空間共有ということで、シーンの設定を空間共有通話可能にして、カメラブロックを使うことで他の人と一緒に入れる空間を作ることができます。メタバースみたいな感じですかね。メタバース、うん、で UR を他の人に共有すると同じ空間に入ることができますということで、早速これをやってみましょう。ブロック非常に簡単でこれだけなんですね。背景を選んであって、カメラの位置を人の高さで、ここだけですよね。ここを通話ありとオンにするだけだったら話せないのかな。この通話ありっていうのにすると通話ができるようです。これ複数人でしてみないとわからないんですよね。で、なんか初めてですね、マイクを使うのでこれを許可しないといけないみたいですね。空間共有と、初めて、プログラムを実行するときここで名前をつけて保存しますと。で、これで、まあ、これは保存しないです。おう。で、こんな風に、選べるんだ。面白いですね。で、これで、自分の鍛冶屋とか、私のニックネームはこれでスタートすると、おう。自分の点に自分がいるので、こんな風になるんですかね。もう一つハウリングするかもしれませんが、この URL を他の人に教えて、シークレットウィンドウで開いてみましょうか。で、この URL を共有すると、アカウントがもう一ついるんですかね。同じアカウントでログインしてみましょうか。で、ログインした状態でもう一度 URL を入れてみます。今度は許可して、今度は暗い人を選んでみてみましょう。おお、やっぱりハウリングしているってことはどこかに人がいるんですね。あ、これが元々の最初の私で、もう一つの、あ、入るとハローワールドさんの名前が見えていると。で、こちらは鍛冶屋、あ、漢字には対応してないかもしれないですね。こうやってお話がお互いできると、これ面白いかもしれないですね。で、人自体は移動しないのかなということで、割と簡単にお話しする空間を作れそうで面白いですね。はい、いかがだったでしょうか。今日はこんな感じで、これを一回閉じますね。閉じると、あ、消えましたね。ちゃんとできてますね。面白いですね。 VR ゴーグルなんかでやってみると非常に面白いかもしれません。はい、で作ったプログラムはなんとこれだけと、非常によくできているサービスですね。はいはい、いかがだったでしょうか。今日はメタバースですね、空間共有するブロックを作ってみました。といっても背景設定してカメラの位置を設定しているだけで、あとは同じ URL で、まあ、ブロックブロックのアカウントはいるみたいですけども、それで、簡単に
作れると、空間が作れると、こう面白いですね。あとキャラクターが動かせたらもっと面白いなと思うんですけど、まあ、今までやってきたとことと組み合わせてなんかうまくオブジェクトを移動させるようなことができれば、そういうものも作れるのかもしれません。まだまだチュートリアルあるようなので、引き続きやっていきたいと思います。以前はですね17日で終わりにって言っていたんですが、まあこの調子で、チュートリアルなくなるまでは続けてみようかなと思っています。はい、今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時にマイクロビットや WebVR の説明動画を公開しています。今はですね、夏休み特集ということでブロックブロックというサービスを紹介させていただいています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて毎日お付き合いいただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。